お疲れ様です。お疲れ様です。お名前をどうぞ。渡辺清美です。はい、本日は清田と共に花嫁さんへ、はい、来ました、ね、あ、ここ名前ないんだ。そう、名前はね、もっと上にあるの。うん、よろしくお願いします。お願いします。前回のゲストが、はいはいはい、あの髪型で文句言われてたから、文句じゃないダメ出しされてたから、もう今日はね、ニットもかぶってきたら、こんなね毛玉がいっぱいだっつって、もうあのクレームが入って、あ、でもありがとうございます。なんかね、紫で、あ、そうですね、統一感、はい、コーディネートしてくれたのかな。あの、あ、いやすごい、すごい、もう僕の胃袋が、僕の胃袋にストライクですよ。なるほどね、うん、たまにうまいこと言うんだよね。そう、うん、すごい。もっと前なんです。2014年の鶴姫伝説再演です。鶴姫、お遍路、喜び、瀬戸内、鬼力、鹿野、はい、共演は6作品目になりました。すごい仲良くさせていただいています。無理な笑顔ありがとうございます。ね、もともとは、そうです、ね、東京で、はい、私が、民話語りユニットのお兄さんとやってたんですよ。ありがとうございます。やってて、はい、で、愛媛に来ました、はい、で、清田に出会いました。で、清田が一回関東の戻る時があって、はい、そしたらいろんなつながりで清田が今度その兄さんと民話をやることになって、そう、で、また清田が愛媛に帰ってくるから、おじゃ二人でやればみたいな感じで言ってくれて、そう、それ、そこから民話語りユニット、あの民話の世界が生まれました。すごいつながりです。劇場とその民話の世界、まあ、共通するものが、うん、やっぱりその昔のもの、偉人だったりとか、歴史を、はい、この後世に残していきたいみたいな、うん、で、ね、あの四国四景と、あと瀬戸内のお話をこっちの劇場がやっていて、はい、で、僕たちはもうちょっと広い枠で考えていて、全国のもそうだけども、はい、プラス、やっぱりその愛媛で、東温市とか今治とか、そういう地域のあの、あまり知られていない民話を掘り起こして、で、なんかその地元生まれた場所がなんかもうちょっとまた別の角度から見てすごく素敵に映ったらいいなっていうのがあって、でもないんですけど、そのそういうスポーツ頑張りますみたいな要素の中に、やっぱり人間模様、特にその台湾の現地の人とかとのそのこうすれ違いとかが描かれているのが、とってもなんかこう共感するものとか、なんか納得できるものとかで、また今の世の中にも通じるなんかメッセージみたいなものが含まれているなって思ったので、あの、さっきも話出ましたけど、200回ぐらいやってても僕は全く飽きることなく、またなんかその公演重ねるごとになんか新しい発見ができてるっていうか、うんうん、魅力を発見できてるなって僕は感じます、ね、この間近藤彪太郎さんも台湾の名人にして、はい、で、台湾と松山との飛行機もつながるし、再びね、そうですね、甲子園球場も100周年だし、
みたいな、なんか可能の時代が来るのかなって思ってるから、ね、もっとそう台湾の人にももっともっともっと見てもらいたいかな、ね、映画がめちゃくちゃ人気だったっていうから、すごい人気で、うん、あの向こうの人は知らない人がいないぐらいの、うん、作品らしいので、あの民話の世界でも役割が本当さっきおっしゃってたみたいにあって、私はなんか先方さんと連絡を取るとか決め事をするとかいうのが私の語りで、はい、もう演出とかは清田に任せたりしてるので、本とかはもう僕はもうワッキーがやってくれてる仕事に関してこう全幅の信頼を置いてるので、うんうん、特にこの何かこうぐちぐち言うこともないし、また逆にワッキーもワッキーでそのまああのアドバイスを求めたら何かこう改善点とか、そのこう修正した方がいいかな、ここは分かりにくいかなみたいなことは言ってくれたりするんですけど、うん、基本的にはなんかこう全部任せてくれる感じが、はい、というわけでタウン情報松山3月号バッキーの心にストライク最終回は花嫁さんに渡辺清美さんと来させていただきました。はい、はい、本当に清田にご紹介していただいた素敵なお店でバキストを締めくくれてとても嬉しいです。はい、ありがとうございます、はい、ね、何か一言どうぞあのとにかくおすすめの、あの、うん、あの県外からねゲストがいらした時にもあのぜひ連れてきたいお店、そうお魚もめちゃくちゃ美味しいですし、はい、となっておりますので、はい、ぜひ花嫁さんご利用ください。はい、では最後に、はい、大丈夫だよ、 OK、はい、ワッキーのところにストライク、バイバイ、ありがとうございました